日本の都市平均前天日射量欧州の都市、平均前天日射量日射量とは、太陽からの放射エネルギー量を測定したものである。日射量は、単位面積が単位時間に、太陽から受ける放射エネルギーの量で測定する。つまり、放射照度を測定しており、単位は、キロワットごと平方メートル、または、ワット毎平方メートルがよく用いられる。日射量は、主に三つに分類され、 気象観測ではこの三つを対象としている。気象工学や建築学などの分野では、その他の日射量を用いることもある。理想的には、全天空のうち、太陽の高級の範囲のみからの日射量を測定したものが、直達日射量である。いわゆる直射日光を測定したものである。実際の測定においては、筒状の形状をした直達日射計を赤道儀あるいは、 自動式の太陽追尾装置に搭載し、常に直達日射計を太陽の方向へ向け続けて測定する。つまり、直達日射計の開口角で限定される範囲から受ける日射量を直達日射量として取り扱う。それは太陽の高級の周囲の天空の領域を若干含んでいる。これは赤道正しや太陽追尾装置による太陽の追跡は、 ある程度の誤差を伴うことがあるため、直達日射系の開口角は、太陽の見かけ上の視野角よりも若干広めで、設計されるのが一般的だからである。こうした測定方法のため、直達日射量は、太陽光線の入射方向と常に直行する平面で受けた放射照度として、測定、記録されるのが通例であり、水平面で測定、 記録する散乱日射量や前天日射量とは異なるので注意が必要である。空を見ると太陽の存在する方向以外からも時には青空からの青い光が時には曇り空からの白い光が降り注いでいる。これらは大気の分子や雲粒で散乱された光が観測点へ届いているもので、これを散乱日射と呼ぶ前天空のうち このような太陽の光球以外の範囲からの日射量を測定したものが散乱日射量である。実際の測定においては自動式の太陽追尾装置等によって太陽の光球の方向に射蔽用の円盤をかざして直達日射を遮りながら残りの天空からの日射量を全天日射計によって測定する。この前天日射計は水平に設置されるため 散乱日射量は水平面で受けた放射焦度として測定記録されるのが通例である。前天空からの日射量を測定したものが前天日射量である。直達日射量と散乱日射量の輪に等しい。実際の測定においては前天日射計を水平に設置して測定するのが普通である。このため前天日射量は水平面で受けた放射焦度として測定 記録されるのが通例である。直達日車両と散乱日車両をそれぞれ測定して、その合計を求めることで、前天日車両を測定する方法もある。この方法は、前天日車計1台で行う観測よりも機材が、高価で複雑なためコストがかかるが、測定精度は良くなるので、かなり精密な測定を行う必要がある。国際標準や国家標準を維持する機関や一部の、 研究機関などで行われている前天日射系には半球状のガラスドームが取り付けられていることなどから同じ放射照度の光を照射しても照射する角度によって測定値が変わる特性があるこの他にも測定時の気温によって測定値が変わる特性や測定対象である放射照度と出力電圧の関係が完全な線形にはならないといった特性がある このような特性による誤差を軽減するため、前天日車両の中でも大部分を占める直達日車両を直達日車計によって精度よく測り、残る散乱日車両のみを前天日車計で測定することによって、前天日車両の測定精度を上げることができる。反射日車両、編集直達日車や散乱日車とは別に、反射された日車を測定することがある。 雲からの反射日射、建造物や地表などからの反射日射がある。前天日射量と反射日射量から物体表面の反射率を求めることができる。傾斜面日射量、編集通常、日射量は水平に設置された各種日射計で測定し、これを水平面日射という。しかし、これを傾けて設置し、測定を行うことがあり、この時の日射を傾斜面日射、または、 傾斜角日射という、主に前天日射系を用いて、傾斜面の日射量を測定する。太陽電池パネルが受ける日射量を測定したり、建造物や道路などの傾斜面での日射量を測定したりする時に用いる日射量と同じく光の量を測定する概念として、照度がある。人間の目の感度は波長によって異なることから、その視感度に応じた重みをつけて、 光の量を表したのが照度である。つまり照度は人間が感じる光の強さを表した量である。このため照明業界などでは照度がよく用いられる。これに対して日射量は波長ごとに重みをつけることはせず、太陽から受けた光のエネルギー量を測定するものである。アフリカの都市平均前天日射量世界的には BSRN が知られている。また観測データは WRDC で入手できる。日本国内では、気象庁が全国14カ所で観測を行っている。全国約60カ所の気象台、速攻所、及び全国約90カ所の特別地域、気象観測所において、全天に死者量が観測されている。その観測成果は、気象庁ホームページで閲覧できる。ありがとうございます。